ノフの生き様、示すは今。夫信行の許しなくお通しすることはできません。さすがは読むほどに、ならば押し込むまでよ。三雪が君に攻めす戦術。はい、父上。さて、ゆるゆると沼田城に向かうかどうか。物の地の定め、姉上、許される。兄弟で血を流すのが定め。敵援軍は私が抑えます。
姉上の覚悟は相当なものだ。油断してはならぬ。はい、人妻になんて負けませんから。そなた、 なんとか防ぐことができたようだ。敵の増援は断ち切ったぞ。そのまま沼田城に攻めかけ。開門。 沼田城を失うわけにはいかない。父上の進軍を阻止してください。守りを固めろ。さてと、あいつをどうにかしなくては。父上の進軍を見てほしい。早くここまでなのか。いえいえ。 影から逃げられるものなし。戦場の敵となるのか。この一撃。 魂の生き様、ここに示さん。通しよ。この友よ。 魂に刻め。その一様、真田の槍が見届けた。
落ちましょうか。その生き様、体の槍から届けた。 敵将を討ち取ったり。 この窮地いかに出すか。 闘志の炎、今こそ燃え上がれ。
しよう! この友よ! あとは沼田城を目指すのみぞ。 行くぞ! 本田平八、信行殿の助太刀に推参。 守りを固めろ! 戦つとのか。 父上をお守りせねば。 闘志の炎、今こそ燃え上がれ! 進め! 忠勝殿、お相手捕まつ。心意気合いを真田幸を我に挑め。 真田幸村、実に見事なものの具よ。 進め! なんだか楽しそうですね。桃雪は良き夢を終えた。みんな戦に毒されてる。こんな戦なぜ?
分かってるんでしょ。なのに認めたくないでしょ。雪村さんは手っ取り決めてる。来たか雪村。遠慮は無用ぞ。兄上、真理を貫かぬと世に生きがまは示せません。いざ私とて玉の符雪村やむを得ます。耐えてくゆ、雪村様、関ヶ原で三成殿が敗れたとのこと。なんと、こんなにも早く決着が。三成殿、あなたの志、この雪村が必ず。闘志の炎、誰にも消せはしない。